腹筋やったら首が痛くなる、プランクやったら腰が痛くなる、そういった方は可動域が狭くなり筋肉が硬くなっているんです。そのまま放っておくと使われる筋肉が少なくなり代謝が下がり慢性的な痛みに変わっていくかもしれません。今回は首や腰が痛くならないように柔軟をした後に腹筋とプランク一緒に行ってみましょう。まずは首、肩、背中ストレッチします。口をうにした状態で上を向いて首伸ばします。うにしたまま伸ばしてたまに戻してあげましょう。首だけじゃなくてね、胸の方の筋肉も伸びますから、パソコンやスマホする人はね、どうしても目線が下向いてしまって首硬くなってます。伸ばしましょう。 OK。 今度は少し斜め上を向いて首を横に回しましょう。日常的に真横を向くことってあんまりないですよね。体も一緒に向くと思います。首の可動域がね、狭くなって硬くなると腹筋やっても首が痛くなりますので、日常的に伸ばさない筋肉、可動域を伸ばしていきましょう。OK。 親指を後ろ向けて後ろに肩を回しましょう。後ろに大きく回します。あんまり首はね、前に出ないように、ちょっと斜め上を向きながら、筋肉硬いとね、すごいだるいと思いますが、毎日やるとね、軽くなりますんで、初日はだるいと思います。今度はね、手をついて横に筋肉伸ばします。これもね、日常的に肩よりも手を上げることって少ないですよね。そうすると肩がね、硬くなってぼっこりして内巻きになって猫背、ストレートネックの原因になりますので、肩よりも高く上げることやってください。 OK。 じゃあ今度は腰、お腹を伸ばしていきます。うつ伏せです。肘ついて上体反らし、ぐーっとね、首、背中、腰伸ばしてください。このまま足を左右にひねります。腰の筋肉はね、やっぱり前後よりもひねった方が伸びますんで、プランクしたら腰痛いよっていう人はね、体をひねることをね、日々やってみましょう。今度は四つん這いです。ここから腰を丸めて座ります。腰を丸めて座る。腰がね、反れないように丸めたままです。丸め直したら座りましょう。
OK、 じゃあ上向きましょう。それでは腹筋に入ります。まずは膝をタッチ、膝をタッチしたら帰ります。頭から起きるというよりは腰を支点に体を折り曲げる。腰を床につけて体を起こします。腰を丸めて OK。 足を上げましょう。このまま手を体を起こして交互に膝をタッチ。腰の床に押し付ける感じでやると首が楽だと思います。手を振ることでね、お腹を伸び縮みできてますから。このままでね、腰を床に押し付ける感じで床タッチしたら曲げます。床を触ったら膝を曲げる。息吐きながら腰床を押し付けて、今度また体を起こして交互に手足伸ばしましょう。腰を床に押し付けて、これでね、体幹すごい鍛えられてますから。マイペースでいいですよ。できなくてもね、始めはしょうがないですからね。 OK。 で、今度はうつ伏せです。肘と膝で体を持ち上げましょう。同じ姿勢って飽きてしまうので、たまに膝を持ち上げてみてください。また膝をつきましょう。たまに膝を上げることで体が長持ちできます。OK。 今のを手でいきます。ここからたまに膝を上げて下ろす。自分のペースで膝を持ち上げてください。ずっと同じ姿勢っていうのは楽な位置を探してしまうので、やっぱり5秒ぐらいでね、違うメニューにこのように変えるといいフォームを常に保てれます。OK。 うつ伏せになりましょう。このままね、寝て腰を揺らします。腰をブルブル振りましょう。OK。 腹筋やプランクをすると首や腰がいつも痛いよっていう人は、今回のメニューはどうだったか、よかったらコメントで教えてください。